日本近畿地方大阪府屋尾市、山本高安町、山本高安町は大阪府屋尾市の町名。郵便番号は581-0021。現行行政地名は山本港、安町1丁目及び山本高安町2丁目。住居表示は実施済み。住居表示実施時に大技山本と周辺の大技の地名を変更し、山本町。 山本町北、山本町南などと共に成立した地名である。住居表示実施直前の旧地名は、大技、山本のほか、大技万願寺、大技教皇寺の区域を含む。両政国一覧機内河内国、和歌江郡、山本神殿など、山本神殿の南外れにあたり、集落は存在していなかったが、八を中心部から教皇寺、杉山方面へ続く。 市議道と呼ばれた街道が横切っていた。1925年に大阪電気軌道が開通した際に市議道の交差部北側に高安停車場が設置された。その後駅の周辺に車庫が設置された。近鉄高安駅の西側は商業地で南西方向は住宅地である。一丁目と二丁目の境に不動山本黒谷線が東西に横切っている。 高安駅に近く、町名に高安の文字が含まれることから、いわゆる高安地域に包括される場合もある。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。